今から、外出してでご飯食べようと思って向かってます。めっちゃすごい車たくさんいるね。またあそこのスキー場の観光リフト乗って、この間は景色見ただけだったけど、今日はすごくちゃんと今お腹空かせてきてるので、ここの上のレストランでご飯食べようと思って向かってます。到着。チケットもらった。Yes. Yeah, you can take a seat wherever you like. Okay. I'll bring some menus over. Okay, thank you. ここでも座っていいんで、ここにする？うん、ここも好きだよ。こっちがいいな。いいね。来た。サラダと、あと何これ？サラダとこれはもともとついてくるやつで、バオバンの、なんか中華まんのバンズみたいなやつのビーフディップと、トミーはバイソンのパニーニ。いただきます。サンドイッチ食べたけど、まだお腹空いてるから何か食べる。あ、でもチェリー持ってきたんだよね、家から。チェリーをさ、下のさベンチで食べようよ。私時間大丈夫かな。あ、まだ先だよね、うん。はあ、今そこのレストラン、そこのカウンター席でご飯食べて、乗ろうか、乗ろう、乗ろう。Yes. Yeah, we can grab this last one. Thank you. ご飯食べて、今下に降りる。Yes. なんか降りる時の方が爽快だよね。降りる時の方が怖い。ちょっと怖いね。あ、そっか、言ってたね。そういえばちょっと山火事の影響はうんちゃらって言ってたね。あ、そんなこと全然気にしなかった。こっち側見てたからか。確かに霞んでるね、少しね。今リフトから降りてきて、このベンチで
持ってきたチェリー食べる。でもちょっと保健トイレ行って、うん、ただいま。あ、何これも取ってくれたの、はい、これってなんていうの、ヘタっていうの、何、草、茎、優しい。邪魔じゃん。え、邪魔じゃん。何、邪魔じゃん。ちょっと邪魔だけど、へえ。麦茶美味しい。今から家に帰って多分また何かちょっと食べる。こっちは水出ししてアイスコーヒーにします。ちょっとサラダも食べる。サラダはあったのね。あるよ、まだ食べる、食べていいよ、まだあるよ。あれ、ちょっと牛乳出したの私なのに。牛乳出したの私なのに牛乳しまったでしょ。まだ私使ってなかったのに。結構、車は一日目は、まあ、充実したい。